やべ清よは、福島県合津出身のキリスト教会の牧師。日露戦争の際、日本において、良心的兵役拒否を始めていった人物である。アメリカ留学から帰国後は、ゼゼ同胞教会、大津同胞教会の牧師として働き、その生涯を、全うした。福島県山郡小畑村生まれ、合津中学在学中に、プロテスタント入信。日露戦争開戦時、 招集されたが、兵役を拒否し、禁庫2ヶ月の判決を受ける。その後、衛生兵として応唱した。日露戦争後はアメリカに留学。銀行のハウスボーイとして働きながら、勉学に励むも、小高熱に感染。生死の境をさまよったが、約1ヶ月後、まだ面会者説のある日、臨出から当時アメリカ同胞協会外国連動部、教育部長であった。 江戸川ニップ宣教師が話しかけた。日本の美和湖畔に開拓伝道者として使わされた、モンド・クリセリウス君が、君と同じ昇降熱にかかり、オーツで隠しした。この出会いにより安倍は、同胞協会に転じ、美和湖畔の伝道に生涯を捧げることになる。1909年を廃オ,オ州をッったベイン大学に入学。卒業後シカゴ大学進学部に入学。 1914年卒業。高校から足掛け10年の留学生活を終え、古藩伝道の幻を得て、先の日府宣教師夫妻と共に帰国の途に着いた。帰国後2ヶ月余りの原宿同胞協会での準備の最中に山田春と結婚。そして1915年6月、クリセリウス宣教師の意思を継いで故郷であった福島県を離れて、 京都府に再化し、ひとまず日ッの宅に落ち着いた。その後の実地調査の末、滋賀県大津市ゼゼに再度転居した上で、住所県伝道所を借り受けその活動を始めた。ゼゼ同法協会の設立である。後に、大津同法協会を建木琵和湖藩で、当時は、権利が低く見積もられていた女性や子供をも招き、平和の教えを解き続けた。その門下には、 同志社大学学長となった田畑忍村がいる。1935年8月17日、京都府立以下大学附属病院に入院。入院後無教会員のカードをくりながら一人、数とのために祈るも同月26日になって永民。その日の午後1時過ぎ、突然目を開いて、見える見える天国がイエス様が見えると言い,い、最後に、 バンザーイと叫んだと言われる。この時、満五十一歳。死因は、異潰瘍と予病の併発による。ありがとうございます。